皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回もまた滝沢勝成の手癖ということで、ちょっとハッタリっぽいような、小ネタっぽいような、なんかこうブラッシングを使って遊んだようなフレーズを今回ご紹介させていただこうかなと思います。とりあえず、チョックラ、また鳴らしてみます。こんなフレーズをやります。ワン、ツー、サン、シこんな感じでひたすらこうつく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 やるような感じでございます。なんかこうパーカッシブな感じといいますか。なんかドラムっぽい感じのパターンなんですけれども、いかがでしょうか。なんかこうさらっとね、なんかこういうのさらっとできたりとかすると、おお、こいつできるやつ、できる人っぽく見えるみたいな感じで、ハッタリが聞かせられるかもしれませんので、興味がありましたらちょっと習得をしてみてくださいませ。とりあえずまず、右手の動きですね。これを練習しましょう。ダウン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 タンタッタウッタタンタンタッタ。それで左手をひたすらブラッシングの状態にして、こんなリズムをまず弾きましょう。タンタンタンタッタでウッタタンタンタッタっていう感じですね。タンタンタンタッタウッタタンタンタッタ。できますでしょうか。このピッキングがちょっとポイントでございます。ここがダウン、アップ、アップダウンといきたいんですけれども、ここが逆になってしまう人結構多いかと思います。しっかりとカラーピッキングを入れて、ここをアップアップの連続にしてください。やってみましょう。こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー、タンタンタンタタウタタンタンタカタンタンタンタタウタタンタンタタ。こんなんです。うまくできなかったら、ちょっとこう巻き戻し何回か練習してみてくださいませ。で、これがうまくできないできたら、左手のゴーストノートを入れていきます。これがちょっくら難しいです。もうこの隙間に常にもうバツ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 と入れていくような感じです。ここと、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 ここですね。で、どうやって音を出すのかというと、もう4本の指をこのバコンバコンってこう、ね、ベースのストラップみたいに使ってしまうと、開放弦の音が鳴ってしまったり、ミュートが甘くなったりしてしまうので、中指をうまく使ってゴーストの音を出していきます。人差し指と薬指、あと小指とかをこういう感じでこの軽く触れた状態にしておいて、中指だけを軽くこの弦に当ててパツパツという音を出してあげると、そんなに気合入れなくても大丈夫です。このフレットが、弦がフレットに当たる音。これがすれば OK です。で、順番に。こんな感じで16分音符で音を埋め尽くすわけでございますね。もう一回やってみましょうか。ワン、ツー、サン、シー。こんな感じです。で、早くやると。こんな感じのパターンになる予定でございます。僕はなんか、ここがゴーストになることがちょこちょこあるみたいなんですけど、どっちでもいいです。アップでもゴーストの音でもどっちでもいいです。で、これをまたパターン変えていくと。タタン。タン、タッタ、ウッタ、タン。タン、タッタ、こうかな。タタン、タン、タッタ。タタン、タタ。タタン、タタン。こうだ。タタン、タタン、タッタ、タタン、タン、タッタ。こんな感じです。やってみましょうか。ここから。ワン、ツー、スリー、フォー、タタンタタンタタタタンタンタタタタン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 タンタタン。こんなパターンです。で、そのそれぞれの合間にゴーストの音を入れていくと、ここ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 、というふうになります。ほい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 。ここの部分だけですよね。後ろの2拍目からはここは全く一緒なので、頭だけちょっとこうパターンを変えてやってみるという感じでございます。やってみましょう。こんな感じです。
で、また3小節目に行って、ちょっとバリバリ進めていきます。もしわからなければ、ちょっとビデオを巻き戻すとか、やってみてくださいませ。タタンタタン。で、ツンタン、ツタン、トタン、トタン、トタン。タン、ト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 タン。ほほほほ。こうっすね。ちょ、ほ、ほい、ほ、ほい、ほ、ほい。ほっほい。で、合間の音が。これ、動画を再生する、スタートする前に、録画を開始する前に書いておけばよかったですね。なんかちょっと時間かかってすみません。まあ、3つ目の3小節目がこんなパターンでございます。やってみましょう。こんなんです。で、最後。ここがなんか微妙に難しいです。どうやってんだっけな、どうやってんだっけかな。ちょっとどうやってるか忘れてしまいましたけども、まあ、こんなパターンでいってみましょう。3連符、3連符で。タタタタタタンタタン。こんな感じで、行ってみましょうか。たん、たった。で、赤い部分が、ここ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 。という感じです。ちょっと僕が冒頭でやったパターンはこれじゃないかもしれないですけど、まあ、こんな感じでやってみましょう、練習としては。どんな感じのパターンかというと、3連符が入る感じですね。こんな感じです。こんなです。ここの3連符が、これはちょっとややこしいです。ダウン、ゴースト、アップ、ダウン、ゴースト、アップ、これです。なんかうまくできるようになると、すごい簡単にたくさんのパツパツパツという音を出すことができるので、すごいハッタリにはかなりいいかなという感じでございます。で、これをちょっとつなげてやってみましょうか。ゆっくり、ここから順番にやっていってみます。いきます。ワン、ツー、サン、シこんなんです。多分合ってると思います。こんなんです。とりあえずこんな手順です。で、ここからまたこの一つ、なんていうんですか、そのワンポイントアドバイスといいますか、ちょっとこのテクニック的なこと、なんかティップス、コツみたいなのがありまして、それがですね、青でいいかな。この青ペンで書いたところは、ちょっとこう高音源側、高い音を狙ってみてください。そうすると、もっとこのパーカッシブの要素になります。ツンツン、カンツツンツツン、カンツツン。イメージはそのドラムのスネアドラムですよね。トゥトゥントゥ、カン、トゥトゥントゥトゥン、カン、トゥトゥン。で、ここはツン、カン、ツ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 、コ、カン、トコ、トコ、トコ、トカン、ココン。こんな感じです。青いところ以外は、まあ、ちょっと低い側、この4、5、6弦側を狙って、青いところは1、2、3弦側を狙うと。そんな感じでやっていくと、なんかもっとよりパーカッシブになるかなという感じです。低い方の音は、この音。高い方は、まあ、こんな感じでその音程差をつけられると。そうすると、なんかちょっとこうまた張ったりとか上がった感じはしませんか。お、むずい。こんな感じでございます。こういうのがさらっと
ちょっとギター持った時にできると、おお、あいつはできるやつだぜみたいな感じで、ハッタリが聞かせられるかもしれませんので、よかったら練習してみてくださいませ。そんな感じでしょうか。よかったら練習してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。